はい、皆さんこんばんは。今日もね、おっさんの雑談のコーナーへようこそ。また Amazon から荷物が来たので、開封していきたいと思います。今日はこちらです。はい、では早速開けていきたいと思いますと。はい。中に入っているのは、ギークパイ。カードが入ってますね。説明書。今回買ったのは7インチの HDMI の、モニターということでね、説明書入ってます。中身を確認していきましょう。まずは充電用のケーブル、そしてキーボード、キースイッチですね。キースイッチを接続するためのケーブル。そして基板類が、キースイッチのついてる基板1つと、あとは本体ですね。をマジか、チップが違うですね、これ。おっ、チップがちょっとこれは大問題。保管チップになってますね。大丈夫か？またハズレを引いたか？ですね、ここにですね、チップはですね、ありますかね？このチップじゃなきゃダメなんですけど、このチップが入ってるはずなんですけど、お、違いますね。大丈夫かな。ちょっとご関門になってますね。怪しいな。本当はこれがわかんないですね。多分基板はそのまま流用してると思いますけども、映るかどうかやってみたいと思います。では続いて、モニターですね。小基板です。小基板がまあ中国製ですかね。さあ、どんな感じになるか。見やすいところにテープ貼ってありますね。これ貫通しないタイプなんですね。そうか、初めて見た。これはここでなんかすごい中途半端ですけど、この中途半端のところでおしまいですね、多分。マジか。これでおしまいですね。なんかすごい中途半端なところで入っておしまいっていう、なんかすんげえ不安なボードですね。先行き不安ですね。スイッチ基板、ここに飛んですね。はい、以上です。あとは電源をつないで、ノーシグナルって出れば OK と思いますが、あ、つきましたね。やってみましょうか。はい、面白いのができました。モードは HDMI になってるみたいですね。AV2、VGA、HDMI、電源オン、電源オン、HDMI のシーンだと。一応動くみたいですね。では実際に挿していきたいと思います。HDMI のケーブルを挿してないんじゃないですか。失礼しました。今カメラをつなぎますので、カメラの先っぽとりあえず電源をモバイルバッテリーにつないで。映ってますね、一度。はい、とりあえず一応映りました。ちょっともうちょっと検証したいと思います。